詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル。おはようございます。こんばんは。詩吟チャンネルのヘイヘイです。このチャンネルは詩吟歴20年以上の私ヘイヘイによる詩吟というとてもマイナーな日本の伝統芸能の魅力や吟じ方についてわかりやすくざっくばらんにお話ししていくチャンネルです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。僕は明日が大腸検査が迫っていて、もう今日は豆腐とお粥しか食べてません。元気が出ません。でもまあ週末なんで、頑張りたいと思います。今日はちょっと収録時間が足りないんで短めにはなるんですけれども、結構大事な話になるのかなと。詩吟を広めるという考えにおいて大事かなと思っていたので、そこをですね、話していきたいと思います。話すテーマはですね、詩吟を広めるためには意味的価値の創造が大事だという、そういう話です。まあどちらかというと詩吟の話というよりは詩吟を広めるための、本質的な話ということになります。これはですね、なんというかな、これも僕、木下ひとしさんって方のボイシーを、音声配信を聞きながら、ヒントを得たんですけれども、この日本人とかですね、とにかく、自分の価値を高めようとした場合に、ついつい、独りよがりな、無駄なハイスペックをですね、求めがちになるんですよ。わかりやすいのは資格の取得なんですよね。何やらしとかですね、なんちゃらしとか行政書士とかいろいろあると思うんですけれども、そういう高いスキルを持ったとしても、相手が求めていなかったらですね、むしろそんなに高いレベルはいないけれ、必要なくて、むしろそのスキルを活かして、こういうようなことできないかな、みたいなところに、ちゃんと対応できたらですね、それこそ価値があるわけです。で、こういう話を、わかりやすく、機能的価値と意味的価値という二つに分けて話していたんですね。機能的価値っていうのは、なんていうかな、なんというかな、テレビとかであればこういうスペックがありますみたいな話です。で、意味的価値という方でいけばですね、なんだ、思い出をこういう風な映像で見たらもっと感情に来ますよねとか、そういうような情緒的な方の価値、もしくは相手が真に求めている、相手が心から求めているような、そういう内容になってくるわけです。で、これをですね、ざっと言ったんですけど、だいぶ浅い感じで言ったんですけれども、これは詩吟に当てはめることが大事かなと思っているんですね。詩吟の世界ではですね、上手い人めちゃくちゃいるんですよ。僕なんかよりはるかに上手い人がですね、全然たくさんいてですね、本当に僕はペーペーだなと、大会に出るたびちょっと、悲しくなってくるんですけれど、たくさんいるんですよ。だけれども、そういう人がいるからといって、詩吟が広まっていくかというとそうではない。それがなぜかというと、意味的価値というものを生み出していない、作り出せていないからなんじゃないかなと僕は考えました。素晴らしい性能があるけれども、別に世間の人は、いや詩吟を聞く必要性なんてないしとかですね、その面白さとか意味もよくわかんないしという、そういうギャップが大きいんですね。なので、詩吟を広めるためにはですね、機能的価値はある意味もう十二分にあるから、そこに意味的価値をどうやって作り出していくのかというのが大事になってくるわけです。で、ここでさらにヒントになるのはですね、見たことありますかね、男は辛いよのトラさんがですね、鉛筆を売っているシーンの話です。これなんか有名らしいんですけど、僕すぐ YouTube で検索したらですね、簡単に出てきました。トラさん、鉛筆売りで調べたら出てくるんですけれども、この何のでもないただの鉛筆をですね、どうやったら買ってもらえるようにするのかの、この喋り口調が本当に、素晴らしいんですね。ただの鉛筆なのに、いやー、これを見てるとお母さんのことを思い出すんだよっていうところから始まってですね、そこからこの鉛筆のぬくもり、ボールペンでは出せないこの鉛筆のぬくもり、この六角形の形つかみやすいだろうとかですね、そういう話に持っていって、本当は60円だけども使いっぱなしだから30円、いやもうただみたいな銅像で20円でいいよみたいな感じで、さあ出せよ、財布出せよみたいな話で言ったら、それを聞いている、家族とかの方がですね、自分の財布を出し始めるという、そういう面白いシーンなんですけど、まあ、詩吟においてもこれ結構大事なんじゃないかなと思うわけです。というのもですね、詩吟が題材にしている、漢詩や俳句、和歌っていうものは、それこそ意味的価値がなんかある意味凝縮されたような、ものばかりなんですよね。なんというかな、それはもちろん、
戦争ものであれば、あ、それが響くものもあるし、この風景描写であれば、その場所にいるからこそ伝わるものでもあるし、こういう年齢の方だからこそ響くものでもあったり、今であれば、このお月様が綺麗な秋の季節だからこそ響くものがあるという、そういうもの、いろんな漢詩が題材になってくるんでですね、それぞれの対象に応じた意味的価値というものを作り出すことができたらですね、もっともっと本来の詩吟の、良さというものが、伝わってくるんじゃないかなと思うわけです。なので、今日はですね、意味的価値の作り方、作るということが大事だという、そこから僕もですね、いろんな詩文において、これをこういうシチュエーションでこういう人に向けて説明したら、こんな説明の仕方をしたらもっと響くんじゃなかろうかというものをですね、多分自分もこれから作っていかないといかないんじゃないかなと思います。いろんな詩文があってですね、それぞれにこの切り口といいますか、売り工場といいますか、そういうものを作っていって、で、相手に応じてそれを使い分けていく。そうしたらこの詩文ってこういう意味なんだよ。だからここって本当にいいよね。で、それをもっと味わえるのが詩吟なんだっていう、そういうストーリーでいけばですね、もっともっと詩吟の良さが伝わって、じゃあやってみようかしらっていう風になるんじゃないかなって僕は思うんですよ。という話でした。短いですけれども、今日は時間がないんでだいぶ巻きで話してます。ということでですね、今日、もうさっさと行くんですが、今日後半で吟じたい詩文はですね、上杉謙信作9月13夜陣中の作なんですよ。で、これをまだまだ全然ペーペーでエモい文章なんて書けない僕がなんとか意味的価値を作れないかと昨日布団の中で考えていた内容ですね、これからお話しして、その詩文につなげていきたいかなと思っております。では始めさせていただくと、皆さん過去の偉人とかですね、戦国武将とか、そういう人に直接会ったことありますか？顔を見たことありますか？ないですよね。絶対、もう時代をタイムマシーンとか乗らない限り、そんなのはまあ絶対に会えないんですよ。で、特にですね、今日題材にする上杉謙信とか、名前は皆さん聞いたことあると思うんですけれども、まあ肖像画もあるじゃないですか。でもあれが本当に、正しいものなのかどうかわからないし、そういう戦物がですね、どこまで正しかったのか、そういうものすらわからない、本当に正しいことっていうのはですね、歴史を勉強すればするほどよくわからなくなってくるんですよ。だけれども、じゃあそういう上杉謙信という人物がいなかったのかというと、決してそんなことはないんですね。で、それがその本人に直接対話できるものとして、残っているのはですね、この9月13夜陣中の作というこの漢詩なんですよ。これはよく漢詩はですね、他の人が過去のことを忍んでとか調べて作ることが多いんですけれども、この詩文の面白いところはですね、上杉謙信本人が作った詩文なんですよ。だからもうただこの詩文を読むこと自体がですね、上杉謙信と直接対話しているような感じになっていても、おかしくないんですね。そこが他のいろんな漢詩があるんですけれども違うところになるわけです。で、これをですね、ただ下は軍営に満ちて周聞きよしとタラ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 と読むだけだとですね、その味わいがなかなか深いところまでいけないんですよ。頭のいい方とかであればですね、ここの詩文の内容はこういうことでとかいうのをいろんなうんちくが頭の中に溜まっているからこそ、もっともっと、楽しめることはあるんですけれども、そういうところがなくてもですね、もっと味わうことができるものが詩吟というものなんですですね。この詩吟をやることによって、じっくりお腹から声を出して、それを朗々と味わう、音をつけて味わうとですね、この味わい深さが何倍にも引き上がってくるということで、この詩吟を通じてこの漢詩をやるというのがですね、この上杉謙信を知る上で、誰でもできる一番の近道なんじゃないかなと思うわけです。ということで、こんな感じで全然まとまっていないんですが今日さっさとそろそろ吟じないとですね、仕事が迫ってくるので、もう吟じたいと思います。いや、難しいですね。トラさんになるにはあと何十年修行しないといけないのかわかんないですけれども、意味的価値の想像頑張りたいと思います。では今日はもう詩文読む時間がないので、吟じて終わりたいと思います。すいませんね急ぎで。では行きます。9月13夜陣中の作、上杉謙信。下
しすこの観音月三光一山合わせていたり佳境遠征よ思本数が間違えましたね。もう5本ぐらいかな、やりすぎた感があります焦ると良くないですね、いやー本当になんていうかな、きっと、秋の季節であればこの、上杉謙信がどういう風に、この月を見たか、自分が見ている景色と戦国武将が見る月の見方はどういう風に違うのかなとかですね、なんかいろんな切り口があるような気がするんですよ。ということで、今日は本当に、もうぶっつけ本番でとりあえず喋ってみたんですけれど、やっぱり難しいけれども、これはなんか練習しないと、全然鍛えられないんだろうなというふうにも思いました。この意味的価値の創造っていうのは、詩吟を広める上で大きなヒントになるのかなと思ったんで、今日は時間がないなりにもなんとか残すために、話してみました。参考になりましたならば幸いです。では今日はこんな感じですかね。詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル、どうもありがとうございました。バイバイ。